こんにちは。今日は2020年の11月24日月曜日です。博多駅にいたら特急ソニックが入ってきました。皆さんご存知、鬼滅の刃のラッピングです。うちは鉄道のチャンネルですので、鬼滅の刃のキャラクターについて紹介するということは別にしないし、またそういう能力も持ってないんですけども、この鬼滅の刃のラッピングをきっかけに特急ソニック号を皆さんに紹介しようと思います。この鬼滅の刃ラッピングはソニック号の5号車、6号車、その2両にわたって行われていまして、逆に言うと他の号車にはされていません。編成の真ん中にちょっとだけ鬼滅の刃のラッピングをしてあるところがあるだけです。ちなみに運用は公表されてるのかな、どの列車に乗ればこれが来るとかいうのって JR 九州のホームページに書いてあったでしょうか。これいつまでラッピングをするのかもわからないんですけども、相当な人気ぶり。一番列車の時はものすごい数が博多駅に詰めかけたそうです。ただ、気になるのは、そんなに人気なら2両だけじゃなくて全部の車両にやればいいんじゃないか。なぜこの2両、5号車と6号車、間違えて4号車と5号車か、4号車と5号車にしかしていないのかということが気になるわけですが、これには、多分きちんとした理由があると思います。私もね、そこまでは詳しくないんですけど、多分こういうことなんだろうなという見当はつきます。見てみるとですね、この右側、ラッピングのされていない車両とラッピングのしてある車両で構造が全然違いますよね。線が入っていたり取っ手があったりなかったり、一体何が違うのかということをこの動画の中で紹介してみようと思います。まず今、ラッピングのされていない3号車に乗り込みました。車両には管理のための番号がついていますが、これモハ883206と書いてあります。これはですね、6号機なんですけれども、さまざまな仕様があるので、区別するために200とかそういう番号を頭につけることによって分かりやすくしているわけです。要するに200仕様の6号機ということになります。モーター車両です。モーターの音はこんな感じ。この車両は普通車です。座席がこのように並んでいます。ソニックはワンダーランドエクスプレスとかいうふうに昔言っておりまして、このようにミッキーマウスみたいな形の座席がずらっと並ぶのが特徴です。デッキ部分はこんな感じでメタリックにまとめられています。随分感じが違います。こっちはさっきの車両にはなかった大きな縦長の窓、そしてメタリック基調のデザインではなくて、このように木のテーブルなどが設置されていて、むしろ温かみを感じさせるデザインになっています。モーターの音もさっきとは違うの分かりますかね。そして客室の中ですが、見ると特徴的なミッキーマウスの椅子の形ではありません。普通に椅子です。なんかこっちの方がね、しっくりくるなって感じもしますけど、あのミッキーの椅子も実は快適なんです。こちらのデッキもまた木目スタイルです。そして2両分ラッピングの車両がついているわけですが、そのラッピングの車両2両を超えて、また向こうに行ってラッピングではない普通の仕様の車両のところに行くと、デッキはやはりメタリック仕様になっていて、真ん中の2両だけが明らかに違う車両であるということが分かります。さあ、歌詞に着きました。歌詞駅でもみんな写真を撮っています。大急ぎでドアを閉めて発車します。このラッピングの車両を見ると、モハ883、1001と書いてありまして、こっちは1000番台の1号機です。明らかに仕様が違うわけですが、モーターの音も違うでしょ。こっちの方がなんつうか音が大きいですよね。これなぜこうなるかと言いますと、このラッピングされている2両だけ側面がツルツルなのも見てもらって分かると思いますが、明らかにあそこだけ車両が違い、あれは実際には車両が新しいわけです。特急ソニック号は運行を始めた時5両編成で走っていたものがありました。しかし大変人気になったので5両の間に2両プラスして全部の列車は7両で走らせることにしました。その人気になったために後から作った車両だけは他の車両と随分デザインや外装などが違うわけです。ちなみに JR 九州の鬼滅の刃特急には2種類ありまして、青いパーパー3系とそれから白いパーパー5系というのがあります。パーパー3系はさっき言ったように中間の2両にしか鬼滅の刃ラッピングはされていませんが、この間白いパーパー5系車両も見ました。これは全部の車両、例えば車両の一番端、列車の一番端であっても全部にラッピングがなされています。でこれなんでかと言いますと、おそらくなんですが、パーパー3系のさっき言ったこの中間の車両、これはですね、このツルツル仕様のやつは新しいと言いましたけれども、ともとその白いパーパー合計仕様の車両としてですね、新しく作った同じ設計らしいんですね。だから外側もツルツルでラッピングもしやすく、この2両だけが対象に選ばれた。で白い方、パーパー合計の方は全部がツルツルなわけですから、多分全部ラッピングがしやすくて、ならば全部にしとけばいいんじゃないかと、そういう風になったんじゃないのかなと思うんですけどね。ちょっと詳しくはないんですが、おそらくこういった事情が関係するのではないかと思います。今こっちに全然関係ないハウステンボス号が来ましたが、ちょっと古い JR 九州の車両は横にこのように線が入っています。これ強度を確保するためのものなのかなと思うんです。多分そうだと思うんですけど、その関係で横に線がありますと、これラッピングとかは多分しづらいんだと思うんですよね、普通より。別にできないわけじゃありません。これを見てもらっても分かるように、このようにちゃんとついていますので、できなくはないんですが、やるのはおそらく多少の手間ではあると。ならばできる車両だけ簡単にやっておこうというのが、おそらくですね、さっきの真ん中の4号車と5号車にだけラッピングがなされている理由なのではないかと思います。CM35 ですね、分かる人だけが分かればいいですけど、このようなわけで「鬼滅の刃」のソニックを通じて一部の特急ソニック号の4号車と5号車は特殊仕様になっているということをお知らせしました。ご視聴いただきありがとうございました。ちなみにどっちがおすすめなのかっていうと、これは難しいところなんですが、基本新しい方が当たりなんじゃないかという気がしますが、前はね、新しい方にコンセントがついてるの使えたんですけども、今は新しい方の自由席、さっきのラッピングがされていた車両もコンセントは業務用で使わないでくださいみたいに書いてあるから、そうするとどっちだろうな。なんかね、古い方が私は揺れないような気がする。新しいやつはなんかめっちゃ立体的にね、揺さぶられるような気がするんで、僕は古い方に自分では乗ることにしてますけれど、好みかと思います。 EF 配置が通過ですね。これを取って終わりにしましょう。せっかく来たから。短期ってのは珍しいんじゃないですかね。ともかくソニック号について知っていただけたら何よりでした。ご視聴ありがとうございます。